一島邸は中部地方北部に残る9号の一島家の屋敷。新潟県柴田市天皇にある歴史的建造物で県の指定文化財。歴史の上での一島家屋敷は江戸時代初期に福島方の干拓を中心とする神原平野の開墾等に努め、間もなくして北陸屈指の豪農となった一島家の屋敷である。本居及び家屋敷は当初は 越後国艦原郡の泉の地方にあり、福島方の干拓事業に着手して、以降は同郡水原に移している。現存する建造物群は、江戸時代のほとんど前期を本拠としていた水原の屋敷が、母親戦争の陛下によって消失した後、明治初期になって十世四代徳次郎が、現在地に改めて造営した一島家本邸である。 原邸宅は長く分家筋の一島正一により管理されてきたが、明治初期の代表的住宅建築として、1962年3月、邸内の十二棟一構えが新潟県の有形文化財に指定され、柴田市の管理の下、一般公開されるに至った。現在の建物は明治初期に建てられたものであり、建物のほか、数多くの収蔵品もあり、展示されている。 ただし、建造物群のうち、古月閣については1995年4月1日に発生した新潟県北部地震で全壊し、現在は残っていない。2020年10月18日には丁内に親子のクマが出没し、来館者の男性が親熊と見られるクマに襲われる事故が発生したため、休館の措置を取った。一時負けは、いわゆる船長無事主と呼ばれる。 江戸時代からの豪農の一つで、宗家と複数の分家からなる。野兵衛を始祖として丹波国に始まり、16世紀末に柴田に移って、以来、米相場への投資などで巨額の富を築き、近代まで栄えた家柄である。近世後期を通じて土地集積を進め、最幕末時点では約1800兆部の規模に達し、明治に入って、 体制再編過程で若干縮小するものの明治21年の所有地下は新潟県第一位であり、地主大国、新潟でもトップクラス、全国でも有数の富豪であった。公共交通自家用車駐車場一島酒造は、初代一島秀松が完成年間に一島家総家より分家し、現在ある北貫原郡諏訪町にて創業した。ありがとうございます。